打倒曹操を掲げる秋見ろです。はい、続けていきます。前回は曹操軍からこちらの巨匠を奪い取ることに成功しました。そしてここに検定がいたので検定を擁立することにも成功しました。これでね、漢王朝最高の兆しは見えたんじゃないでしょうか。今回はこの巨匠周りの施設を作って準備ができたら円にも攻めようかなと考えています。ただその間にもし攻めてこられたら防衛で手一杯になるかもしれませんね。とりあえず結構捕虜とかもいるので投与とかもねしながら体制整うまではちゃちゃっとやっていきます。ちょっと巨匠の兵装が少なすぎるので深夜から送ります。兵士も1万2000持ってきます。秋見ろ、輸送しておくれー。目標は巨匠だ。深夜に金が2000溜まったんで槍兵レベル2を技巧研究します。決定。おお、龍騎軍の君主龍騎が死亡しました。龍曹が後を継いでいる。もうダメだな龍曹軍。おっと、芝郎が脱走しちゃいました。マジかー。結構忠誠下がってきてるんですけど全然なびいてくんないんです。あ、来た、行ってたら来た。さっきまで各将とか各割とかダメだったんですけど、いけるいける。芝郎はちょっと逃げちゃったの残念ですけど仕方ない。その代わり各将さん仲間入りでーす。よっしゃー、各将さんもだいぶ強いですからね。さらにもう一人各割さんも諸葛亮で仲間入りでーす。よっしゃー、優秀な武将2人もゲットです。おーっと、今度は純育が脱走です。まあ、純育は全然忠誠下がんないんでもう仕方ないですね。おお、劉備様、深夜に流言を仕掛けていた呂蒙というものを捕らえました。なんと呂蒙を捕まえちゃいました。これは捕虜になってるってことか。呂蒙さん、孫権軍の武将じゃないでしょうか。やっぱり忠誠98と若干下がってますね。てか他の武将も下がり始めた。実はさっき巨匠の周りにこの布設台作ったんですよね。これ作ると武将の忠誠度が下がりやすくなります。おーっと、今度は五筆が脱走しちゃいました。無念。しかし加工賞はもう投与受けます。はい、加工賞仲間入りでーす。おっと、ついに陳留から巨匠に向けて部隊が出てきました。11,000、5,756,000、これもかな。なんかこの部隊さっきからうろちょろしてたんですよね。来るならちょっとここら辺に陣作っておきたいですね。ただ金が全然ありません。ただ周りは結構市場ができ始めてきたんですよね。なんとか奴らが来る前に、でも次のターン10月になるから金入るか、次回っていうか次の月になったらここら辺にね頑張って陣作ろうと思います。間に合ってくれーって感じで。あと念のために深夜から巨匠に少しだけ輸送を出しておきます。着くのにちょっと時間かかるんでね、早めにやっといた方がいい気がします。はい、今度は序南からも出てきましたね。2万です。なんか上の方ここら辺で建物作り始めて攻めてこないんですよね。建物作り終えたら来るのかな。同時に来られたら厄介だな。ちょっと上よりも下の方が早く着きそうな気がするんで、やっぱ下にね建物作りたいと思います。あと報告してなかったんですけど、槍兵2の兵糧襲撃はもう研究完了しています。あとは奇襲とか行きたいんですけどね、まだ先は長そうです。ではちょっと劉備に1万1000の兵持たせて建物、いや陣を作りに行きます。どうだろうな、城のあたりでやった方がいいか。でも2マス以上離れてないといけないから、ここら辺じゃないとどっちにしても作れませんね。陣、そうだな、ここに作っておくか。かかれー。一人で作ってるとちょっと時間かかりそうなんで、もう一部隊関羽8000槍で出して手伝わせます。これで一緒に作ってくれ。かかれ。
おーっと、今度は洛陽から化粧狙って出てきました。3方向から来てますね。神龍、洛陽、そしてジョナン。巨匠、耐えられるか。はい、捕虜になっていた欧州さん、だいぶ忠誠下がってて、投与いけるって言われてます。カウンで投与成功。他にも誰かいけるかな？両方さん、90代、まだダメですね。曹操軍にいる角勇士、普通に投与いけるって言われてますね。奪い取っちゃおうかな。ただ20日なんで、忠誠上げられたら無理です。はい、孫権軍の捕虜、両毛さん、徐々で投与いけるって言われてるんで、取っちゃいます。はい、仲間入りでーす。両毛強いですからね。嬉しい。そして、長江さんたちがもうここまで来たんで、出陣します。こっちは、どうすかー。また、2部隊、じゃない、2部将で行くっていうよりも、1部将ずつやっていきましょう。槍が、まあ、一応8000持たせても大丈夫か。問題は兵糧ですね。兵糧、あんまり持たせすぎると他の人が出せなくなるから、関羽とかで行きましょうか。ちょっとこの陣の周りで戦います。奴らが来るのを待ちましょうか。あとは諸葛亮だな。諸葛ちゃんはやっぱり混乱が使えるんで、攪乱か。攪乱が使えるんで、絶対出したいんですよね。100日。なんだろう、もうこっから届かないな。ダメだな。次のターンだな。そして、張飛も槍で出します。ただし、張飛は、下ではなく、上に行って、ここら辺に陣作ります。1、2、ここら辺に作れるかな？ですね。ここに作りましょう。で、趙雲も手伝ってもらいます。趙雲も、軍馬で出陣です。米が本当に足りないな。頑張れ、みんな。ここは踏ん張りどころだ。かかれ。では、見ていきましょう。はい、輸送がまず入りましたね。これで兵がちょっと増えたかな。で、長江は、まだ接触はしてないですね。OK。お？あー、曹操軍の角勇士か。投与失敗したようです。この位置なら100%先鋒じゃない、計略が成功するはず。やっぱり。さすが諸葛ちゃんです。最高。ここで、もう一気に攻撃です。混乱中はカウンターできないですからね。で、上からももう来てるんだよな。どうすっかな。相手何で来てるんだろう。土兵か。土兵に強いのは何だっけ。土兵は特に強いとかはなかったか。そうですね。土兵は関係ないな。いや、むしろ土兵は何に強いんだ。歩兵は、いや、2マス先に攻撃できるってないか。攻撃防御も関係ないですね。であれば、ちょっと張飛に任せようかな。こっちは張雲も攻撃。くらえ！攻撃！張飛、補修。急げ！あと1ターン必要だ。ちょっとまだ、兵も槍も余ってるんで、官兵も出します。張高、くらえ！攻め立てー！さあ、巨匠周りどう動いてくる？工場兵器回り込んで率来ようとしてますね。焼き払え！この野郎、陣完成前に攻撃してきたな。ああ、また新しい部隊が出てきたか。すごい勢いで来るぞ、きっとこれは。しかし、負けるわけにはいかん。で、2バス、1、2、届くか。かく乱。いける。これでも食らえ。で、攻撃したいところですけど、まず陣を先に完成させないと。張飛は陣を完成させました。 OK。 これで兵糧の減りと防御力アップ両方つきますね。率がな、ちょっと厄介だな。来させるわけにはいかん。いや、張にしよう。関親子は連携入るかもしれないし。先鋒突進だ。食らえ率。
ラッツー、キュラエー1805で、カーンはちょっと上にずれて、こうずれられない。このイレブンはね、1マス動くのとかがちょっとやりにくいんですよね。仕方ない、角度を変えるしかないか。あんまり角度変えたくなかったんですけどね。ここで攻撃、あれずれられてない。くぅーカッペイ、ここ違うんだ、ここ、オッケー、いけました、元に戻そうこの角度が好きなんですよ、デフォルトが。さあ曹操軍どう動いてくる。おお、鎮静してきたか。上の方が厄介だな。だー、また来たー。くぅー、恐ろしいほど出てくるな。しかし負けん、攻撃だー、カンペイ、攻撃せよ、攻撃せよ、ジョウンボー、年だクライリス、よっしゃー、弾き飛ばしたー。でこっちどうすっかな。ショカッちゃん、かくらん、いけ、で長飛で先方二段突きで吹っ飛ばす、ブラッツー押し出せ、2000、素晴らしい力です。ちょっと巨匠金が入ってきたんで米買います。米が入ればもう一部隊出せるんですよね。よし購入、いける。これで誰を出すか、槍兵 A は劉備かな。劉備、でも統率高い人もっといないか。いた、蓄え、激兵か、激兵なら S がある。蓄えじゃない、これ各将だ、各将、各将さん激兵で出しましょう。5000、とりあえず100日あればいい。で長弓を技使うか、でもこれ廃攻撃だな、通常でいいや。攻め立て、援護きた、おお、カンペイと連携入りました。どうすか、もう一部隊と言いたいけどさすがに兵がないな。くー、再び巨匠回りです。あー、ついに長江の混乱が解けましたね。まあ残り527しかないですけど、よし、とりあえず序談から来てる一陣というか第一部隊は大丈夫ですね。ではまずカウンで倒しちゃいましょう。フライチョコ撃破で、リツーの方行きたいけど届かないな。リツーさん厄介なところに来てますね。他の部隊も届かないな。下から来てるのはセーランか。まあまだ時間かかるんで一旦みんな上に向かわせましょう。張飛は二段突きで芝生かな、後ろにいるのは。もろともダメージは耐えます。よし、あとちょい、後ろから来てる装甲が厄介だな。さあどう動いてくる。一応深夜から巨匠に向けて輸送も送ってるんですよね、義援。もうそのまま城の中に入れちゃおうと思ってます。あと陣に攻撃してきた。伊通さん、あなたはカウと超運でフルボッコじゃ、行かせねえよ前には。ほんとここが選びにくいな。はい、攻撃、攻撃、よし、2300ぐらいまで減ってる。でこっちは装甲さんを混乱させたいですね。装甲さん、アクラン、フライ、はい、100%ヒット。で完璧で攻撃、攻め立てさりげにね、槍兵の技巧研究で米も奪ってますからね。さらに一応補修もしないと陣が壊されそうだな。で張飛は二段突きで飛ばーす、95%、はい、一部隊倒しました。さあ引き続きどう動いてくる。陣に勝者来たか、あれは厄介だな。陣を壊されるわけにはいかない。防御力アップもそうですけど、兵糧の減りを減らしたいんで。おっと、なんだ、あれか、闇市場がぶっ壊れたんだ。
闇市場は収入多いんですけど、1月になると壊れちゃうんですよね。まあでもちょうどいいかな。もう市場周り全部できたので、ここに造幣作ります。ちょうど1月になってお金も増えましたからね。造幣頼むぜ。これで隣接する市場の収入 1.5 倍です。ほいさー。ではまず上の方ですね、芝生さん。ああもう突き出ししかできないか。工場兵器だったら通常攻撃でいいか。くらえー。で装甲にも攻撃で、ショッカッチャンで修復させるか。各将も攻撃で、ショッカッチャンで補修で陣を回復。でも義援も届くか。入れちゃおう。です。巨匠にとどまらせます。次のターン米とかも溜まってるんで義援も出そうかな。で下の率通さ逃がさねえよ。攻撃、再び攻撃。捕まえることができないですね。再び巨匠回りです。琉球は突っ込んできましたね。陣に攻撃と戦車と北炎さん攻撃仕掛けてきてますね。おっとまた落葉から来ましたね。まあでもなんだかんだ守りきれる気がしますね。こっちの方が個々の能力が高いというか、相手工場兵器だったりして何もできないパターンもあるんで、こんな感じにね、あ、一方的に兵を減らしていけば勝てます。まあ、問題はね捕虜にできてないことですね。ただ兵を減らしてるだけじゃ物足りない。相手の武将を捕らえて仲間にしたい。捕らえられないなんてことだ。一応確か激兵の方が捕らえやすいとかあったと思うんですけどね。うちろの黒煙さんももうかくらさせちゃいましょう。くらえ。これで全員混乱状態。二段突き。くらえ。寛平だってやるんだぜ。では、義援と秋広をセットにして激兵で出します。特に秋広を出す意味はあんまりないんですけどね。なんとなーく秋広もね、戦場に出してあげたいってだけです。激兵なら相手を捕まえやすいっていうのもあるんでね。義援頼むぞ。琉球攻撃だ。1165いい威力。さあ東国、おっと琉球離れ気味になりましたね。さすがにもうダメだーってなったか。おっとまた来たか。曹操軍怒涛の勢いで攻めてくるな。しかし逃がさねえよ。おーし義援行くぞー。捕まえてくれ。はい琉球捕まえました。東洋無理でも捕虜にはできる。そして今度は上だ。黒煙さんと曹操さんどっちか捕まえたいな。とりあえず混乱してる国将さんじゃない、黒煙さん。国将は全然違う人です。黒煙攻撃。諸葛亮まだ使えるか。いける。曹操くらえ。で寛平二段突き。そして張飛も黒煙さん攻撃。さあ混乱中の曹操軍どうする。後ろの部隊は勢いよく来てますね。建物も作ってますけど。よし混乱はまだ解けてません。諸葛亮の兵糧がつきそうになってるんで一回返します。訓練もしないとだな。で張雲黒煙さんに突っ込む。張飛も攻撃でも倒せんじゃないか。こんなに囲んでるのに捕まえることできません。なんてこったい。残念すぎる。なんか本当に今回の戦は捕まえらんないな。めちゃめちゃ兵は減らしてるんですけど。さあ曹操さん回復するかな。ってか後ろから来た。寛海さんへーへーへーとかなんか言ってたけど何も決まってなかった気がするんですけどね今。そしてショッカッちゃんが入ったことでやっぱ気力が下がってるな。そう四季四季言ってましたけどイレブンは気力だ。これで結構回復したと思うんでショカッちゃんを再び土兵で出します。やっぱ米は100日ぐらいかな。どうしよっかな。なんか立てるか。正直今のところ
陣さえあれば大丈夫な気がするんですけど、まあこの後もなんか来るかもしれないんで、一応お金も持っていきましょう。かく乱くらえ、はい 100% 成功。まあ、まずは装甲さんからだな。将軍いけー。で角将さんも攻撃、連携入りました。官兵と角将結構連携するな。張飛は張飛で寛海さん攻撃。さあ装甲さん、寛海さん、あ装甲さんの混乱解けちゃいましたね。しかしもう諸葛亮出てますからね。また来たし、てか曹操軍の兵力は無限か。まあ都市がいっぱいあるから後ろからどんどん輸送が来てるのかもしれませんけどね。それにしてもキリがない。曹操さん再び混乱、攻撃、あと667、超捕まえてくれ。ダメかー、角将さん、寛海さんを攻撃だ。違うんだ、なかなか選べないところ来たな。なんとかここよし、はい攻撃で張飛も攻撃、いけー、あと10、19か。よしもう巨匠から出そう。もう関羽とか義援とかも戻ってきてるんですよね。さあ寛海さん治るか、治らないですね。出てーって冷や打ってきた。龍君さんだんだん陣から離れちゃってるから防御力アップの効果がないな。諸葛亮にね金を持たせてるんで、それで作りたいな。あやばい、各将さんの米が持たない。各将さんは槍兵じゃないから敵から奪えないんですよね。仕方ない、一旦でどっちにしても戻れないんで、陣を補修しながら帰りましょう。分かる、官兵は槍兵で結構敵から奪ってるんだな。どうしよっかな。義援、寛海さん捕まえたい。いけ激変の威力を、よっしゃー、寛海さん捕まえました。横領で龍君さんはかく乱にしましょう。諸葛亮で建物作ってる暇がないな。はい、でこの間に張飛と寛平と趙雲でフルボッコにします。あと195。さあ黒煙さんたちどこまで来るかな。結構来てるな。おっと長江が序南から来ましたね。どうしよっかな、なんかここまで兵が減ってるならもう取りに行こうかな。特に序南、結構序南から他のところって遠いから守りやすいんですよね。本当は A 行こうと思ってたんですけど、やっぱ序内行こうかな。許せんということで、効果も1万5000ぐらいしかないから、深夜からある程度兵出しても、正直大丈夫だと思うんですよね。よし。こうなりゃ、序内、攻めたる。そのためにもちょっと深夜で米を貯めていきます。残念ながら米が少なすぎて深夜から出そうにも厳しすぎる。あと巨匠で、そうだな、ここ一箇所農園レベル3、農園じゃない、農場のレベルが3になったらこちらで兵器作れるようにします。巨匠攻めた時にも思ったんですけど、やっぱり工場兵器がないと最後押し切るのが厳しいんですよね。精乱か勝者かどっちか欲しいので、攻めるのは決めたんですけど、もうちょい防衛してその間にいろいろ準備を済ませます。ではまず官兵も米が切れそうなんで一回返そう。白将さんも返す。どうだろう、義援で捕まえられるかな。激変、どうだ、捕まえることはできませんでした。諸葛亮なんか作れないかな。土塁とかか、ちょっと違うんだよな。土塁が作りたいわけじゃないんだよな。ここら辺とかはダメか、全部狭い道だから、まあ、作れないんだな。作戦変更、
やはり諸葛亮は撹乱します。うえっ、張飛攻める。張雲もくっ、相変わらず選びにくい。うわ、攻撃。さあ黒煙さん直すことができるかな。矢を打ってきたか。工場兵器の癖してやるじゃないか。うん、どうしようかな。ここまで来ちゃったら、五郎感取っちゃいたい気持ちも出てきたな。どうしよう。なんかこのまま前進してもいい気が若干してきている。お呼びで、お呼びです。うん、米がでも持たないかな。どうしよう、ここら辺に陣作れないかな。あ、作れる。そっか、作れんのか。じゃあ諸葛亮は作っちゃおう。明るい、明るい。この間に張雲、張飛は攻撃だ。騒動の堀や、なんか上がったな今。張飛の武力が99になりました。オッケー、義援で黒煙倒す。捕まえることはできませんでした。さあ騒動さん、お、張雲に攻撃してきましたね。うん、しかしもう相手にならないかな。諸葛亮には陣作っといてもらって、張雲攻撃だ。そら、で張飛も攻撃だ。はい、倒しました。どうしよう、相手の軍楽台ぶっ壊すか。うん、ぶっ壊しましょう。で下の方には長江さんが来てるんですよね。長江さんもなんとかしなければならない。諸葛亮がいないからな。膨らんがきついな、このメンツだと。いやでも宝刀がいるんだ。そうだ、宝刀さん、膨らん諸葛亮の代わりに頼む。あなたならきっといける。まだ届かないか。ちょっと次のターンになってからでいいかな。次のターンになったら出しましょう。そして捕虜の牛金、劉備で投与できるそうです。はい、牛金仲間入り。曹操軍どん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 武将を奪ってやるぜ。はい、長江がここまで来たので宝刀出陣です。諸葛亮ほどではないにしても成功率高いと思うんですよね。画量宝数の宝数ですからね。パクラン30、宝刀マジで 36% しか成功しないの。やるじゃないか。では長江さん、このターンで倒しましょう。一斉攻撃くらえ。はい、捕まえました。東洋、うん、あ違うか。一瞬は東洋成功した音に聞こえたんですけど気のせいでした。そして2人武将いましたね。捕虜2人とも捕まえます。長江仲間になったら最高ですね。はい、一旦ちょっと序南から攻めてきてたのも、陳留から攻めてきてたのも、洛陽から攻めてきてたのも落ち着いたので、今回はここで区切りたいと思います。一応巨匠義援が戻ってくれば6万以上の兵ある状態ですね。あとこの攻防か、あと一旦で完成するので、これが完成したら勝者とか青鸞作って、次回もうジョナン攻めていきたいと思います。深夜の方もね、3万は軍刀能のために残しておくんですけど、少し部隊出して2方向から攻略狙っていきます。いや、なんとかねこのピンチをしのいだんで、次はチャンスに変えてみせます。ということで今回はこれで終了です。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。巨匠防衛戦成功。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。